ならきっと大丈夫、そう思うんです。うん、そうだね、あやちゃんなら大丈夫、あやちゃんならきっといい答えを出してくれるよ。キラキラした一番の答えをね。皆さん慌ただしいですね。もうすぐ本番です。緊張で武者震いがします。イブさん、意味分かって使ってますか？はい、もちろんです。あはは、イブちゃんじゃないけど私もワクワクしてきたな。ワクワクしてメラメラしてルンルンする。自分はとにかく緊張してます。大丈夫だよ、本番なんてあっという間なんだから、ドーンとしてればいいの。いよいよ本番。私のやるべきことはもう決まってる。お疲れ様です。メンバー全員揃っています。あの、その前にいいですか？あの、歌わせてください。本番で私に歌わせてください。確かに私は昔から本番に弱いです。とっさの出来事にも対処できない。でも私はこの日を成功させるために一生懸命努力しました。少しずつ失敗もなくなっていきました。苦手だったところも歌えるようになってきたんです。歌えるようになるたびに少しずつ自信がついていって、今日までに積み重ねてきた努力が私、丸山彩を作り上げているんです。私には才能がありません、努力しかありません。だからその努力を打ち消すようなことはしたくない。私から努力を取ったらそれはもう私じゃないんです。私はパステルパレットの丸山彩です。お客さんには誰でもない丸山彩を見てほしい。だからもう一度チャンスをください。お願いします。彩さんはずっと頑張ってました。誰よりも練習してきたんです。きっと本番でも歌えます。だからお願いします。自分からもお願いします。自分も一メンバーとしてパステルパレットの丸山彩さんを見届けたいです。うん、彩ちゃん上手くなったもん。失敗もしないよ、きっとね。もちろん失敗は許されないステージであることはメンバー全員が認識しています。本番に弱いあやちゃんに生歌唱はリスクが大きい、それも理解してます。みんな、ありがとうございます。あやさん、よかったですね。本番絶対成功させましょう。うん。
よ次か。あやさんも無事歌えることになってよかったですね。うん、そうだね。あっちゃー、顔こわばってるね。カチカチだよ。あやちゃん、大丈夫？ごめん、やっぱりちょっと緊張しちゃって。本当に本番に弱いのね。でもあやちゃんらしいわね。そうだね、私らしいのかな。来た！行こう、みんな。みなさん、こんにちは。私たちパステルパレットです。まずは一曲聴いてください。シュワリンドリーミン。あやさん、少し硬いけどちゃんと歌えてる。よかった、これなら大丈夫そうですね。